自分たちの住む町を散策しながらゴミを拾い集めるクリーンウォークがうるま市で行われました。この新春クリーンウォークは自分たちの住む地域を清掃しながらその魅力を再発見してもらおうと、うるま市の新赤道自治会が初めて企画したものです。途中4カ所の公園にはスタンプが配置され、子どもたちは清掃活動と同時にスタンプラリーも楽しんでいました。綺麗に住んでる地元が汚れてて悲しく思いました。毎日散歩しててゴミのあるところを見てたからね、上手になってよかったですよ。今回は家族連れらおよそ80人が参加し、40分余りのクリーンウォークで十数袋分のゴミが集まり、参加者を驚かせていました。